はい、よろしくお願いいたします。はい、このような機会を与えてくださりまして誠にありがとうございます。またご参集いただきまして誠にありがとうございます。このような形で、ご紹介いただきました内容でご紹介させていただきます。私の研究内容の紹介としまして、端的に申し上げますと、レーザーを用いずに自然な光でカラーのホログラムを、モノクロのイメージセンサーで、記録してカラーの3次元情報をイメージングする、記録イメージングすることが可能な技術を紹介させていただきます。目次としましては、その手段としてのデジタルホログラフィーという技術と、計算コーヒーレント多重方式といったものがございます。それから、ハロゲンランプを使ってもカラーのホログラフィックの3次元顕微鏡が作れると。また、蛍光顕微鏡へ応用した事例ですとか、1回のショットで、カラーの3次元の情報を、取れる、そういった技術、単一露光の CCS と書いているような技術、そして、将来に目指すようなホログラフィック3次元顕微鏡の形、そして、実現に向けた、課題と、企業の皆様への期待を、述べさせていただきたいと思います。まず最初に写真技術とホログラフィーの違いから簡単にご紹介させてください。写真技術といいますのは、基本的には物体がありまして、レンズを通して記録媒体にその結合した画像を記録すると、2次元の情報を2次元の媒体に記録する技術であります。一方でホログラフィーと呼ばれる技術は、その基準となる光、位相の光となる、参照光と呼ばれる物体を介さないような光を一つ設けまして、この基準の光に対してどれだけ光が位相レベルで遅れているのかといったところを取る、そういった光の強度に加えて光がどういう方向から来たのかとか、どの程度遅れて基準から遅れてきたのかといった位相の情報を記録することによりまして、その位相の情報を強度に変換して、イメージセンサーで記録することで3次元の情報を2次元の媒体に記録できます。ちょっとウェブサイトから持ってきたものなんですが、記録された2次元の媒体を左から見たとき、右から見たときで、違う視点の情報が得られている、まさしく3次元の情報が記録される技術であります。ここは参照光と呼ばれる光を用いまして、干渉縞と呼ばれるようなしましまのパターンを記録するところに、この技術のオチがございます。でデジタルホログラフィーと呼ばれる技術は、アナログの記録乾板からではなくてですね、イメージセンサーを使いまして干渉縞の縞パターンを記録する技術であります。で干渉縞を記録することができればレーザーでも構いませんし自然な光でも構いません。このような形で、物体から来た光であったりとか、物体から来た光同士でもいいんですが干渉パターンを記録してあげまして、このようなもやもやとしたパターンが記録されます。この中には物体がどれぐらい遅れたのかといった3次元の情報が含まれていますので、計算機内で、物理現象を、シミュレートしますと。そうすると任意の深さにピントを後から、合わせることができて、また3次元の情報を、自由自在に復元することが可能でございます。このように物理ベースでの3次元のイメージング技術として挙げられるのではないかと思います。ざっくり申し上げますと、干渉縞を取ることができれば3次元の情報を得ることができる技術であります。一方で干渉縞を得るにはですね、一般的にコーヒーレントな光ですと、物体から来た光がありまして、ここで2つに光路を分けまして、片方の光路がちょっと遅れてたと、だいたいレーザーを使いますとここが数十メートル離れていても干渉縞記録できるんですけれども、ここはハロゲンランプとか一般的に自然な光でったりしますと、ここは少し数センチずれただけで干渉縞は消えてしまいます。どの程度難しいかと言いますと、レーザーと比べるとだいたい1億分の1ぐらいの可視干渉距離しかない技術でございます。でも、よく考えてあげますと、シャボン玉を太陽光で照らしてあげますとシャボン玉は色づいて見えます。これなぜか、太陽光によってシャボン玉の薄膜の手前と奥の面で反射してきた光同士が干渉しているからであります。特定の波長の光だけ強め合っている、そういった現象が見えます。太陽光で干渉縞を作れるのですから、工夫すればハロゲンランプでも、ホログラムを作ることはできます。右側にちょっとしたしましまが変わっていく様子というのは、光の位相をずらしながら干渉縞を見た事例であります。こういったことからいかにして、その過干渉距離と呼ばれる、そういった難しい条件を、克服しながらなおかつカラーの情報も同時に取ろうかと、そして、目指すべきはなるべく高速に取ると、そういったところがこの研究課題の、狙うところであります。この研究は大体インコーヒーレントデジタルホログラフィーと呼ばれる、自然な光はインコーヒーレントの光と呼ばれるんですが、そういった光を取るシステムとして大体2007年にフィンチと呼ばれるようなシステムがございます。
この技術を簡単に紹介させていただきますと、変更紙を2枚挟みまして、その間に例えば液晶などを使いまして、解説レンズみたいなフレネルレンズと呼ばれる2つの光波を作るようなレンズを形成してあげます。そして片方の光波に対して位相をずらすような作用を持たすような位相変調器を置きます。そうすると物体の1点から出てきた光がここで2つの光波になりまして、この2つの光波は変更紙を通った後で干渉模様をこのような形で形成します。物体の各点からこの干渉模様が形成されますので、結果的に3次元の情報がこのしましまのパターンにエンコーディングされる形になります。あとは位相変調器を使いまして、位相シフト干渉法と呼ばれる干渉計測法で従来代表的な技術の一つとして挙げられているような技術を使ってあげますと、自然な光の3次元情報を鮮明に得ることができます。よくホログラフィーでは三焦光とか2つの光波のうちの片方を、軸を外してあげるオフアクシス型が使われますが、この技術では過干渉距離を考慮してインライン型が頻繁に採用されます。具体的にちょっと実験結果例、過去の先人の論文をちょっと引っ張ってきまして、こちらオフアクス型で記録された結果ですと、ほとんど島がきれいに出なくて像が出ないと。一方でこのインライン型と呼ばれる形で取ってあげますと、このようにボケたような形であったとしても鮮明に像を得ることができます。これは過干渉距離と呼ばれる非常にセンシティブな航路調査の問題を解決することによって実現ができます。で、一方で一般的にモノクロのイメージセンサーを使ってあげますと、基本的にモノクロの情報しか取れないんですけれども、波長フィルターを入れてあげると今度は暗くなってしまうと。しかも波長フィルターを入れ替えてあげますと、どうしても時間がかかってしまいますので高速に取れないと。そこの問題を解決するといったところが私の研究課題の一つでありまして、波長の情報にここの位相の変調器と呼ばれる、それこそ波長板使ってあげますとか、液晶型 L コス SLM も使ってあげますとか、あとは EO 素子とか電気光学素子を使ってあげますとか、そういった素子を使ってあげるだけで、後で、記録してから波長の情報を復元するような技術、そういった位相シフト干渉法に、波長の情報をセンシングするファンクションを持たせるような、計算コヒレント多重方式というものを、提案しております。ざっくりとした概略図をこちらに示しております。カラーの3次元物体から RGB の光波が来ましたとします。こちらのシステムはフィンチと呼ばれるインコーヒレントデジタルホログラフィーのシステムの一つをこちらに組み込んでいる形態であります。この経路の中に波長ごとに異なる位相変調量を与えるような、これこそ液晶の位相変調素子でもいいです。そういった変調素子を使って波長ごとに異なる位相のエンコーディングを与えるということを行ってあげます。あと副屈折材料、最近ですと日本の光学機器メーカーでも副屈折レンズをすごく高い精度で作る技術というのがありまして、そういった副屈折レンズをそっと置いてあげます。そうすると2つの光波、物体から干渉島を形成するために必要な2つの光波というのを作ることができます。こちらの位相変調素子と副屈折材料につきまして、結果的に波長の情報が多重化されたインコーヒーレントな光のホログラムを記録することができます。あとは位相で波長にエンコーディングを与えながら波長多重化されたホログラムを記録してあげます。あとは計算機内で位相シフト干渉法に基づくような考え方で波長の情報と3次元の情報を選択的に抽出するような位相シフト干渉法を実施してあげることで、波長多重ホログラムから所望の波長の3次元情報を取り出すことができます。これは概略的なお話ですので、数学的に考えるとどうかといったところをご紹介させてください。実は数学的に考えると非常に簡単な行列式で解くことができます。こちら記録される波長多重化されたようなホログラム、干渉島の画像を I として行列として見立てています。そして求めたい情報はこちら U と呼ばれるベクトル、こちらを示しています。この U というベクトルの中には、不要な光の成分、ゼロ次解説光の成分と求めたい物体光波の、3次元の情報が含まれた、ある波長の物体光波の3次元の情報、異なる波長の物体光波の3次元の情報、波長の数が2だと、ここの変数は5つになって、波長の数が N になると 2N プラス1の変数となります。ということは こちらで 2N プラス1回1種類のホログラムを取って、何かしらの作用を与えてあげるとこちらの情報が求められると。そしてこの I と U をつなぐ鍵というのが、波長ごと物理量ごとに異なる位相変調量を行列として与えてあげまして、こちらの位相変調量の設計によりまして、結果的にこちら記録した情報と設計した情報に基づいて求めたい物体光の情報を抽出することができます。このような形で変数
圧縮の効果も含めまして、本来位相シフト干渉法で必要とされるホログラムの数よりも少ない情報量で情報を抽出することができます。こういったところで、技術の紹介をさせていただきまして、言ってしまえば位相変調量で波長とか、求めたい物理量にエンコーディングを与えながらホログラムを記録して位相シフト干渉法に波長を分ける作用を持たせることによって求めたい情報を抽出します。この技術と、自然な光をホログラムとして撮る技術と、あと高速にホログラムを撮るような技術を、それぞれ融合させてあげることによって自然な光を明るく波長フィルターとかを使って暗くせずに明るくカラーホログラフィックイメージングできるんじゃないかといったところがこの技術の狙いどころであります。では実際に、具体的に経緯を組んでみまして、実験結果として示していきたいと思います。まずこちら光学顕微鏡、市販の光学顕微鏡から出てきたハロゲンランプで照らされた RGB の光の情報から、ここから先ほど述べたようなシステムを組みまして、実際に波長多重されたホログラムを取りました。そして HE 染色されたマウスの肝臓細胞をこちら深さ方向にうまく傾けてあげまして、左から右にピントが変わっていく様子というものを3次元イメージングすることに成功しました。ハロゲンランプの白色の情報がちゃんと白色として表現されながら、こちらの細胞核である濃い紫色のところであったりとか、細胞質の薄い紫色、そういったところが鮮明にフルカラーのイメージングとして示されているわけであります。このような形で今までなかったような分光ホログラフィック干渉系を組むことに成功しました。でこの技術は、ちょっとインコヒレントデジタルホログラフィーの一つ変わった特徴であるんですけれども、実は高い空間周波、細かい構造に対しても、ほとんど、その細かい構造が、シャープに、動再生できますよといった、そういったファンクションもあります。このあたりに関しては、もしご質問があれば、またメールをいただけたらと思います。この技術を、次に蛍光顕微鏡として使えるかを、実験検証いたしました。3次元空間に異なる蛍光体を空間的にスパースに散りばめまして、波長の情報と3次元の空間の情報を蛍光体に対して取ることができるかというのを実験検証いたしました。こちら冷気光源は市販の冷気光源を用いまして、水銀ランプを使っております。でこちらダイクルミラーを置いているのは冷気光が蛍光に重なっているとちょっと冷気光が邪魔になってしまいますので、冷気光だけフィルタリングして蛍光は連続波長のスペクトルとしてそのまま出ていくような形で形を組んでおります。なので蛍光の光量をなるべく落とさないような形でこちらの分光ホログラフィック干渉系に導入しております。そして位相変調を与えながらホログラムを取った結果としまして、カラーの情報と3次元の情報を蛍光体に対してイメージングすることができるということを示しました。またこちらの実験、こちらの技術を人培養細胞のホログラフィック蛍光イメージング可能性の検証に検証をいたしました。蛍光染色されたようなヒーラ細胞を用いまして、青色はダピで染め、細胞核をダピで染めまして、細胞骨格のところをアレクサで555で染めた結果を示しております。こちらモノクロのホログラムの波長多重化されたホログラムを5枚取りまして、ダピの部分だけ、細胞核の部分だけ再生したところと細胞骨格のところだけ再生したところ、このような形で蛍光色によって標識化された組成の分離イメージング、組成の識別イメージングができるといったところがこちらの実験結果から示されておりまして、色合成することによって組成ごとに組成がどのような形で分布しているかということがイメージングできております。また細胞骨格はもともと数十ナノメートル程度の細いファイバー状のものを構成されておりますので、どの程度改造してイメージングできるか、その基礎実験結果の事例としてこちらの結果を示します。まだ実験の爆発としてまだ多くはないので、ある程度見えている段階といったところでありますが、さらにイメージングの実験結果を組み合わせていくとこちらをより明瞭に見せることができると確信しております。現状としても1ミクロン以下の構造としてファイバーが見えている様子は確認できております。これらの結果はオープンアクセスとしてエディターズピックにも選出されまして論文に掲載されておりますので、またご覧いただければと思います。またこちらの単一露光のイメージングに発展させるといったところで、いかに高速化させていくかといったところに研究を取り組んでおります。今までお示ししてきたのは例えば2色ですと5回 N は記録する波長数だと思っていただいて、2色だと5回、3色だと7回記録しておりました。位相の変調を時間的に与えてあげながら5枚であったり7枚取ってきたわけであります。こちらの先駆けからの一つの狙いとしましては高速化でございますので、こちら一つ
空間時間的に位相変調を行っていたものから、空間的に位相変調量を空間方向に展開してあげまして、1回のショットでこの5枚分、7枚分の情報を記録すると。要するに、1ピクセル1ピクセルに異なる位相変調量、なおかつ波長ごとに異なる位相変調量のファンクションまで持たせて、1回のショットで撮ると。そしてフレームレートで動画が撮れるような、そんな仕組みというものを考えました。実際にどうすればこの実装ができるのかというのをご説明させてください。時間分解能を高めるために複数枚取ると申し上げましたが、こちら位相変調量に波長依存性のあるような波長板アレイ、例えばフォトニック結晶のアレイとかでも構いませんし、普通の波長板のアレイでも結構です。まあ、他にはメタマテリアルであるとか構造性複屈折いろいろ使えるかと思うんですけれども、位相変調量に波長依存性のあるような波長板を使ってあげるとかしてあげることで、1回のショットで技術に必要されるようなホログラムを撮ることができます。この技術の一番の狙いどころは何かと申し上げますと、弱い光に対しても動画が撮れると。強い光であれば動画を撮る技術というのは世の中たくさんあります。でも弱い光に対していかに、ビデオレートで、ホログラムが動画で撮れるか、しかも、カラーの多重で撮れるかといったところに、挑戦したのがこの技術の狙いどころでございます。その、検証を行うためにまず、蛍光パーティクル、先ほど、お示ししたような、金属の錯体を3次元空間に散りばめまして、市販の光学顕微鏡から出てきた光を、こちら、イメージセンサーに実装することに成功しましたので、このフォトニック結晶アレイ付きのイメージセンサーによって1回のショットで撮れるかというのを確認いたしました。まず、記録されたホログラムがこちらの上側の、画像でございます。波長多重化されておりまして、モノクロの、イメージセンサーで撮りましたので、モノクロの状態で見えております。こちらの、記録されたホログラムを、解析してあげることによって、異なる深さに、極材しているような物体に対してそれぞれピントを合わせることが、できております。このような形で3次元位置特定であるとか、組成の、識別イメージング、それの、両方を1回のショットで達成することができました。また、カラーイメージング特性としまして、記録されたホログラムを用意しまして、赤色の、フィルター、緑色のフィルター、あと黄色の光がそのまま通ってくるような形で、黄色の光をと照明したときに、黄色、緑、赤と、表示されるようなマルチカラーの物体というのを、設定したときに、このような形で色の情報と、画像の情報をそれぞれ復元することができました。また今この技術はカラーのホログラフィックの蛍光3次元動画顕微鏡に応用しております。この技術の一番の狙いどころは弱い光、生体から発せられる微弱な2色の蛍光であったとしてもビデオレートの動画で撮ることができますよといったところがございます。こちらまだ実験結果やってる最中ではございまして、この実験結果も昨日出てきたものではございますが、露光時間がだいたい1/1000秒、だいたい4ミリセカンドで露光時間のホログラムを撮っているんですけれども、カメラがそういった特性だったので記録速度30毎秒30個までだいたい1000分の4秒の露光時間しか撮れなかったんですけれども、こういった形で1000分の4秒の露光時間で撮ったホログラムの動画からこのような形でカラーの情報とピントのあと3次元の情報を復元することができております。こちらは先ほどお示しした人培養細胞、言ってしまえばヒーラー細胞でございます。こちらのカラーの多重化されたホログラムからカラーホログラフィック蛍光3次元動画顕微鏡に応用できることを世界で初めてこのような形で示すことができました。この技術今まだ生まれたてでございます。こういった形でまだまだ発展するような技術でありまして、画質に関しては非常に短い露光時間で撮ったので少し目をつぶっていただきたいと思いますが、この技術次の展開も見えておりまして、さらなる高速化が可能でありまして、こちらのイメージセンサーのちょっと変えるだけで1000分の4秒のスピードで撮れてますので、言ってしまえば毎秒100コマ以上は撮れることは確実な技術でございます。そういったところにさらなる高速化すると、見る光は蛍光だけでいいのか、ラマン散乱光もあるんじゃないかとか、さまざまいろんな非線形の光もあるかと思います。そういった非線形の光にもさまざまな光に対応化していくことであったりとか、さらにはやはり私としてはこれは多色化していくと、マルチカラーの、計測に持っていきたい、見る対象を探索していきたい、そういったところに今、研究を発展させていこうといったところでございます。また、先週ちょっと、プレス発表させていただいたんですけれども、我々の研究グループでは、共同研究を、多様な大学と共同研究をして、アルゴリズムを開発いたしました。そのアルゴリズムは何かと言いますと、何の変哲もない、ここは液晶の位相変調器であったりとか、バリアブルな、位相変調器、何でもいいんですけれども、例えば FL コス
SLM とかでもいいんですけれども、ここで1回位相変調するだけで、ホログラムが取れるというまた異なったアプローチで、ホログラムが取れるな、仕組みを、考えております。蛍光ナノ粒子を実際3次元空間に、散りばめまして、そちらが、いろんな、深さにあるような、蛍光ナノ粒子に同時にピントを合わせられるようなそんな結果もすで、に、出しております。そして、我々が、開発した、この蛍光3次元顕微鏡装置ですと3次元方向にサブミクロの空間分解能があるようなホログラフィックの 3D のナノ顕微鏡にまで発展できるということが分かっておりまして分解能はまださらに上がるということがすでに見えております。このような形で基礎研究として科学研究に向けて研究開発をしておりますが私自身はここで一つ疑問を持っております。現在光学顕微鏡は2次元の顕微鏡がありまして3次元顕微鏡にするときに2次元の顕微鏡にデジタルホログラフィーのシステムを組み合わせるといったことをしております。どう見ても大型化しております。でもこれはもともとデジタルホログラフィーはレンズレスの3次元イメージができる技術ですのでコンパクト化することができるんじゃないかというのを私は問題提起させていただきたいと思います。実はこちら示しました分光ホログラフィック干渉系といったものはもともとコンパクト化ができるような構成なんじゃないかということに思い至りました。すなわち将来に目指す3次元顕微鏡はレンズを置かずに物体とイメージセンサーの間にそのコンパクト化して基礎研究で組み上げていた複数のシステムから選択的に選んであげることによって実現できるんじゃないかなと思っています。これの狙いどころは顕微鏡の形を根本的に変えられるんじゃないか。要するに一家に一台とか携帯にそのまま顕微鏡のファンクションを載せるとかいろんな形が作れるんじゃないかと思っています。一家に一台顕微鏡が家にあればわざわざお医者様のところまで行って何かしら測っていただかなくても自分たちである程度スクリーニングすることができるんじゃないかとそういった新しいアプローチが考えられるんじゃないかなということを一つ描いております。現在の自然光のデジタルホログラフィック顕微鏡を集積化するとできるかなと思っているといったところでございます。レーザーを使うのでお家に置いてても非常に危険じゃないですし非常に使い勝手が広いんじゃないかなということを私は将来的に描いております。そうすると使い方が根本的に変わって一家に一台家にも置けてピント合わせもいらないから逐一ミジンコをこう逐一こう理科の実験結果でこうパタッとミジンコをこう押さえながら見ましょうなんてことすることなくミジンコが3次元的に泳いでいたとしてもそれをまあ追跡しながらピント合わせ不要な3次元の動画が観察可能な顕微鏡に作れるんじゃないかなということを狙うところでございます。この先駆け研究結果はこういった形で社会実装に向けても展開ができるんじゃないかなと将来展望として描いておるわけでございます。そういったところで今申し上げましたけれども私一人ではできません。実現に向けた課題というのは盛りだくさんでございます。企業への期待というものは言ってしまえばこれは研究者一人で作ろうとしてそんなのいいのが作れるわけがございません。コンパクトな顕微鏡装置を作るには実装全般にやはり企業の皆様の協力がないといけません。ですので私としては声を大にして言いたい。ここで挙げていることだけじゃなくていろいろあると思います。その計算コストどうするんだとかいろいろあるかと思いますけれどもコンパクト化するとか、適合するイメージセンサーどうしたらいいのかとかそもそもここの複屈接材料をどう設計したらいいのかとかですね、あとこれ高速に演算するにしても GPU とかどういったものを実装してきたらいいのか、あと位相変調機今透過型示したけれども透過型の位相変調機ってそんなに今研究開発進んでないと思います。これどうしたらいいのか、実用上どういう形にしたら適しているのか、形にする上で絵に描いた餅を形にする、学問は応用物理学です。でも形にする上でどうしたらいいか社会実装するには、研究者だけでは難しいので企業の皆様にぜひともご協力をお願いしたいと思うところでございます。また追加スライド作らせていただきました。この先駆け研究は一体何したの研究なのか、実はですね、世の中に一番、全く新しい分光ホログラフィック干渉系というものが生まれました。今まで振動に良かった分光干渉系はいっぱいあったんですけれども手のひらサイズにできるような新しい分光ホログラフィック干渉系というものが生まれまして学術的に非常に高く評価されておりましてエディタースピックにも2回選出されております。この技術今私は工学分野で頑張ってせっせとやってますがブレイクスルーがまだできてないななんて思っています。で課題は何かって考えるとやっぱ用途だと思ってます。使い方次第で社会貢献で化けるかもしれないけれども私一人じゃやっぱり難しいので今仲間を集めています。それこそ超解像顕微鏡とかバイオ屋さん、化学屋さん、化学屋さん、量子工学屋さん、GPU に強いようなそういった計算システム屋さん、あとセンサーに強い、企業の方とかそういった形でどんどん仲間を集めている最中なんですけれども技術を育てる上でやっぱ私一人じゃ難しいのでご協力を研究者の皆様にも、お願いしたいと思っております。はい、この技術に関する知的財産権こちら挙げさせていただきました。この出願の内容、ここで、挙げさせていただいたのは実はこの出願内容の一部であります。まだまだたくさん引き出しはございます。何なりとまたお話しいただけたらと思います。お問い合わせ先はこちら、弊社、知財の活動推進室がございます。
こちらをご活用いただけたらと思います。あとは私宛に、個人宛にメールを送っていただいても、ぜひとも対応したいと思います。私の発表は以上でございます。どうもありがとうございました。